のりまさ TV Everyday。 髪切った。はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも動画見ていただいてありがとうございます。はい、今日はですね、こちらですね、バシンできることから一つずつ。はい、ミニストップさんでございますね。ミニストップさんのじゃじゃん、ババン、何？お好みクーベー。まあちょっと一応思いついたんで言ってきますけど、クーベーを、クーベー。はい、ね、今は入れなかったかもしれませんけど、ちょっと、あ、これはね、これですよ、マヨネーズですよ。で、あ、からしマヨか。で、こうやつ、これだから初めてこういうタイプのピシッてやってピシューってのを見たのは、セブンイレブンさんのアメリカンドッグを食べた時のですね、マスタードと、そしてケチャップがですね、ね、こう入っていまして、マスタードケチャップみたいな入っていってピシュッてやって、これ考えた人偉いなと思いましたけども、これやりやすい、手が汚れない。まずこっちよりこっちに感動してまあ喋りましたけどもね。はい、こちらの方ですね、金額がですね、230円。ちょっとどうかな。僕ね、ちっちゃい頃お好み焼きね、食べる前にいろいろあれなんですけど、お好み焼きで小さい頃150円でした。はい、まあそんなエピソードはいいんですけど、じゃあね、これ何味でしたっけ。クーベー、月見モダン。月見モダンってことは、卵が入ってる、まあ、ノーマルなというか、プレーンなというかね、タイプなかなと思います。で、からしマヨいきますね。これは、かけながらちょっとずつ食べるのがいいのかな。よいしょ。よいしょ。いただきまーす。硬いな、ちょっと。あ、ごめんなさい。あれだ。あのね、広島風お好み焼きというか、焼きそばの麺が入って、そういうのをモダン焼きっていうのかな。ちょっと詳しくなくて申し訳ないですね。どうかな、普通かな。まあ、最近普通のもの、ほんと普通って言っちゃってますけどね。普通かな。大判焼きみたいですね、形的にはね。ちょっとね、硬いっていうのが印象かな。まあでも、ありっちゅうありかな。それで、食べやすいし、それで、ソースがあるといいね、これ。ね、そう思った、今。普通。はい。でした。はい、すいません。ありがとうございました。今日ご紹介したミニストップさんのクーベー、月見モダン、からしマヨ、月見モダンでございました。ありがとうございました。